上場企業の役員報酬について、これまでは有価証券報告書で総額の開示のみが求められていました。今回の改正では、1億円以上の報酬を受け取る役員全員の個人名と報酬額を開示することが義務付けられます。私はあそういうプライバシーやあーそういった個人情報まで開示する必要はないだろうとないではないかと。 経済界からは強い反発がありますが金融庁は経営情報の透明化が投資家の利益につながるとして今回の改正に踏み切りました。